おはようございます。レイです。9月25日、水曜日の今日は骨董の日です。京都府京都市で骨董美術品のオークションを手掛ける株式会社小切れ会が制定。日本の古き良き文化の一つである骨董品を多くの人に愛してもらうきっかけの日とするのが目的。日付は江戸時代の下作者で骨董の話を広く知らしめるべく骨董 骨頭とありますます、あ、というとね、パッと浮かんでくるのが、まあ、壺であったりとかね、掛け軸であったりとかっていうのがありますけれども、まあ、あの、よくテレビでやっているね、あの、お宝鑑定みたいなのね、あれ見てるとね、ほとんどがね、なんか偽物だったりすること多いんですよね。 まあそういったね、本物を見分ける目っていうのはね、もしあればなぁなんていうふうにも感じます。次にね、ご紹介する記念日ですけれども、藤の木古墳記念日というのが制定されております。1985年のこの日、奈良県エルガ町の藤の木古墳の石室等が発掘されたんです。藤の木古墳は直径48メートル、高さ9メートルの円墳で、 古墳時代後期の6世紀後半に作られたものと考えられています。ちなみにね、1985年に第一次調査が行われまして、1988年6月に国内の発掘史上初めてファイバースコープを使った石棺の内部調査が行われ、その年の10月8日に1400年ぶりに石棺の蓋が開かれたんです。 この石棺の中ね、未洞窟で埋葬当時の姿がほぼそのまま残っておりまして、当時の埋葬儀礼を解明する上で貴重な資料を提供しました。この古墳に関してなんですけれどもね、安図がとても有名な千曲市の森っていうところにね、森将軍塚古墳というのがあります。私もね、一度ね、そこへ取材しに行ったんですけれども、この古墳、非常にね、 いい状態でね、残っておりまして、それできれいに再現もされております。実はね、この古墳なんですけれどもね、私がね、小学校の時代にね、まだね、木に覆われたね、手つかずの古墳っていうのをね、見ておるんです。まあ、どれがね、山でどれが古墳なんだかね、その当時はね、見ても全然わからなかったんですけれども、これがね、ちゃんと調査され、木を切り倒して、きちっと整備されるとね、その古墳の形っていうのがね、あらわになったんです。これがね、世に言う前方後円墳っていうね、 あの、非常に大きな古墳でした。まあそういったことからね、この詳しい歴史っていうのを調べていくとね、その時代の政治背景だったりとかね、だんだんと見えてくるようになりますね。まあそれ以外にもね、古代のことでわからないことがあるんですけれども、こういったね、古墳などの証拠からね、古代の分からなかったことがね、解明される、これこそ古代ロマンではないでしょうかね。この動画がね、 何かのお役に立てれば幸いです。もしよろしければ、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしくださいね。では。